はい、ゆるよみです。今回ですね、名探偵コナン3人の名推理の、謎の古文書事件の方をやっていきたいと思います。こっちのストーリーの、概要としては、まあ、灰原愛を操作して、少年探偵団と共に、古文書の、にまつわる、そう、宝探しとか、そういう要素を含んだ事件となっています。なに、殺人事件は起きないです。ということで、やっていこうと思います。どこから始める？あ、それじゃ、始めましょう。林原めぐみさんが。はい、オープニングですね。江戸の博物館が、最初の舞台ですね。全く読まれへん。謎の古文書事件。またまたすんな、急げ。慌てなくても江戸の町博物館は逃げませんよ。でも昔の道具とか模型とかがいっぱいあるんでしょ。私早く見たい。よし、コナン飛ばせ飛ばせ。おいおい、そんなこと言ったってこんなに大勢乗ってたら。あ、なるほど、江戸の町博物館っていうのは子供なんだから。なんか昔のなんか米花町周辺の模型とかがあるんですね。なるほどなるほど。お、来たな、ハイパー。じゃあ早速中に入ろうぜ。あ、すいません、前回のなんだ異国館街殺人事件と同様に、今回灰原愛が主幹となってますね、今回はね。言われなくても分かってるわよ。あ、そう。まあ、このなんか多分灰原愛が多分転その米花小学校に入学した直後なのかどうか分かんないですけど、時系的に、まあ、なんかちょっとあんまり馴染んでないというか、このなんかツンツンしてる感じですね。出る要素がないですね、基本的に。うわー、これが江戸の町博物館なんだ。まあ、江戸の町ってことは、まあ、江戸時代の頃の模型ってこととかがあるってことか。思ったより近代的な建物ですね。うん、まあ、とにかくよ、江戸っ子の血が騒ぐぜ。騒ぐのは腹の虫じゃねえのか。まあ、さすがに博物館には食べ物、まあ、喫茶店とかはあんのかな、中に。やれやれ、付き合ってられないのね。まあ、なんかちょっと距離感がある感じですよね。私、先に行くわよ。話してるだけ時間の無駄だもの。あいつ、そうもない。可愛くねえやつ。なんか言った？いいや、別に。灰原さんの言う通りよ。さ、私たちも急ぎましょう。そうですよね。まあ、今でこそ、もう愛ちゃんって呼んでるけど、この頃はまだ灰原さん読みってことは、本当にあの転校直後ってことなんですよね。賛成！見学開始！ねえ、見て見て、お家やお店の模型がいっぱい。すごい、タイムスリップしたみたいです。僕見られないんですけど。まるでテレビの時代劇の中にいるみたいだな。どうだ、灰原、おめえの感想はよ。そうね、まあ日本文化も捨てたものじゃないってところかしら。まあ日本の文化は素晴らしいからな。まあ、あながち間違っていないよ。はいはい、まあ、コナンも軽くやってる感じだもんな。これはこれは、おちびちゃんたち、みんな揃って見学会。どなたかな。
こんにちは。わ、左の女の人めっちゃいい女や。おじさんたち、この博物館の人？ああ、そうだよ。私は館長の佐伯。あ、館長ですか。あ、は、はじめまして。私は館長の秘書をしている高野です。よろしくね。え、秘書か。ていうか、館長60歳の割に結構若く見えるな。一度でいいから来てみたかったんです、ここ。もう感激です。ありがとう。そう言ってもらえると嬉しいな。あ、じゃあもうなんか手にプリの無駄様のおじいさんちゃうか。皆さんゆっくり見学していってくださいね。はーい。お風呂がいいですよね。お風呂が。誰だ。館長、用意ができました。何の、そして誰。あ、40歳にして若く見えるね。おお、そうか。じゃあ早速始めてくれたまえ。はい、では相原さん、橋本さん、お願いします。53歳ほうほうほう。あ、まあ白髪だからちょっと老けて見えるけど、顔はそこそこ若く見えるね。それでは始めます。うん、くれぐれも気をつけて頼むよ。ねえ館長さん、あの人たち何を始めるの？ここで保管していた古文書を大学の研究室に持っていくんだよ。へえ。あれのこと？そうだよ。江戸時代より少し前の商人が残したものでね。今のお金で数十億円の宝の在りかが記されていると言われているんだ。欲しいな。数十億円？もう一生遊んで暮らせるやん。すごい。私それ見たい。いや、もう一生遊んで暮らしても使い切られへんぐらいのお金やろ、一人暮らしやったら。いいとも。もっとも言い伝えだけで誰も秘密を解き明かしてはいないがね。うん、まあだから大学病院ちゃうわ。まあ大学院持ってくんだろうね。はあ、この中に数十億円のお宝か。なんだ？この印象、真ん中が変にかすれてるわね。あー、確かにグラスっぽいね。こうして見るとまるでワイングラスみたいだわ。これ多分前回のなんだっけ、異国考え殺人事件でもあるんですよね、これね。さあもういいだろ、こっちは時間がないんでね。相原さん、橋本さん。いやー、もう灰原に負けず劣らず、もう愛想がない。ケー、なんだよケチ。まあまあ、せっかく見せてくれたんですから。大人。どうした灰原。いえ、別に。ん、え、あ、なるほどね、停電ね。あの、プレイステーションの異常ではありませんので安心してください。真っ暗で何も見えねえ。ん、なんだ。なんでしょう今の音は。なんか割れた音がしたね。皆さん落ち着いて、すぐに予備電源がつくからね。おお、さすが。お、着いた。チカチカする。着いた。まあ、そのチカチカするのがちょっとあれな人はまあ、ちょっと注意かな。うわ、大変だ。どうした。何。ん、あ、古文書が。ガラスケースが割れてる。ああ、危ないからガラスには触らないで。てか、あの、なんかグラスの模様がなくなってる。館長、たまたまプレートが上から落ちてきて割れたようですよ。おお、そうか、事故。そうか、誰も怪我はしてないね。
ええ、私たちは別に。ならいいんだ。小さな事故で済んでよかったよ。本当だよね。何かしら、事故かどうかはまだ。あら？お、高い深いね。印象のかすれが消えてる。あ、やっぱりそうですよね。しかし今からわざわざケースを取り替えるのも面倒だな。ケースはそのままでいいから、古文書をすぐに運び出してくれたまえ。わかりました。なんか怒られそう。印象がいつの間にか変わっていたということは、もしかして。これ選択ですね。まあ3択を選ぶんですけど、まあこの真ん中の誰かが古文書すり替えたが、まあ自然ですかね。その可能性もなくはないわね。そういえば組織の一部がワイングラスのマークを合図に使ってたけど。あ、まさかの。まさか今のもあの組織と関係が。まあ江戸時代の少し前の商人とは一体何だったのか。私に薬を研究させ、さらに姉さんを殺したあの組織と。灰原どうしたんだよ、さっきから深刻な顔して。え、なんでもないわ。私他の部屋に行ってるから。はいはい、どうぞご勝手に。もう、ああ、もうこんなもう完全にもうそういう扱いしてるよね。セーブする。あ、これセーブですね。ねこの動画から見始めた方のために以上補足説明ですけども、この3人の名推理はこのセーブのポイントがねもう決められているので、なかなかね自分のタイミングっていうのがでプレイっていうのが難しいゲームかなというのを感じます。ということでね、今回の動画はここで終わりにさせていただきたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価お願いいたします。それでは。